2003年、兵庫県尼崎市で一人の男性がある日突然姿を消してしまいました。本件は謎が多く、失踪した経緯なども全く分かっていない不可解な事件です。では詳細を見ていきましょう。後に行方不明となる高見至さんは1959年10月11日に生まれました。失踪当時、高見さんは43歳、独身で兵庫県尼崎市に住んでいました。高見さんは無口な性格で物静かなタイプでしたが、仲間内では明るく振る舞うところもありました。周りからは真面目で優秀だと評価されており、信頼できる人物だったようです。また高見さんは視力が 0.2 とあまり良い方ではなかったようで、普段はメガネやコンタクトを使用していました。そんな高見さんはレコードの収集や自分で組み立てるほどオーディオが好きで、そうした趣味を楽しむために防音構造の部屋にも住んでいました。そして事件の1年前である2002年、大阪市立大学の教授とともに研究を行い、大阪府の商工労働部の事業に採用されています。彼が行っていた研究に対して詳しい情報はないのですが、2003年4月に準備を始め、10月からはデザイン研究センターで行政職として勤務を始めています。しかしこの職場で勤務し始めてから間もなくして、彼は不可解な失踪を遂げてしまうのです。事件当日の2003年10月6日月曜日、この日高見さんは職場に出勤しませんでした。今まで高見さんが無断欠勤することなどなかったため、不審に思った上司が午後になり高見さんの自宅に足を運びました。しかしそこに高見さんの姿はありませんでした。その後交番へ向かい、高見さんが出勤していないことを警察へ話し、上司から話を聞いた尼崎北署は東京在住の高見さんの弟に電話をしています。弟の自宅に尼崎北署から連絡があり、その時弟の妻が対応しています。そして署員は次のように話したそうです。至さんの無断欠勤を心配して、職場の人が来ているため至さんの部屋に入りたい、そのためには弟さん夫婦の了解がいると告げられ、弟の妻は部屋を調べてほしいと頼んだそうです。その後署員が高見さんの部屋を確認したのですが、室内に高見さんはおらず、荒らされた形跡などもありませんでした。そして次の日の10月7日の朝、また尼崎北署から弟の自宅に連絡がありました。その日も高見さんが無断欠勤しており、署員から高見さんの職場の人と話してみてはと促されたそうです。2日も無断欠勤していることを不審に思った弟の妻は、静岡県に住む高見さんの父親に連絡をしました。父親は息子が行方不明になっていることを知り、新幹線に乗って高見さんが住む関西へと向かいました。その後高見さんが勤めていた職場に連絡し、当時60歳の上司と電話で話しています。電話を切ると高見さんの上司と待ち合わせをし、一緒に高見さんの住む尼崎のマンションへ向かいました。室内を調べると、通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、印鑑などの貴重品類は全て室内に残されたままでした。さらに高見さんは通勤の際には必ずコンタクトを使用していたそうなのですが、それも残されたままでした。その代わりにいつもプライベートで使用していたメガネはなく、財布と通勤定期券もありませんでした。つまり高見さんの部屋は日常と何も変わらないままだったのです。父親は高見さんの部屋を見て、近くにビールでも買いに出かけたような印象だったと話しています。また高見さんの部屋を調べてみると、ベッドの下からあるものが大量に発見されました。それは人の足がたくさん映されたビデオテープでした。一見不審なもののように思えますが、高見さんは人の足の裏を研究していたため、研究のために収集されたもののようです。高見さんは小学生の頃に足の裏を測るという本を買ってもらうほど、昔から足の裏に興味を持っていたそうです。この時に買ってもらった本は、足の裏の研究を50年間行い、足の裏博士と称されていた平沢弥一郎さんの著書でした。そして父親は手がかりを探すため、高見さんのキャッシュカードや通帳からお金が引き出された形跡がないか銀行に確認を取っています。するとあることが判明しました。無断欠勤をした日の前日の10月5日、阪急塚口駅前のりそな銀行塚口支店で15時14分に高見さんがお金を引き出していたことが分かりました。
その金額は21万円。このお金が引き出された経緯については何も分かっていません。そして上司から勧められ、父親はその日に高見さんの捜索願いを出しました。ただ父親はこの時、息子が自ら失踪するはずはないと思っていました。なぜなら、10月下旬に父親が高見さんのマンションを訪ねる予定になっており、12月には母親の13回忌を行うことになっていたからです。高見さんは母親の13回忌には必ず来ると言っていたそうです。突然いなくなった息子の不可解すぎるこの失踪を怪しんだ父親が、何か手がかりをつかもうと高見さんの自宅の玄関に細工しました。そしてそれから1週間が過ぎた頃、父親が高見さんの部屋を訪れると誰かが侵入した形跡があったのです。この時他に何か変わったことがないかと調べてみると、高見さんの手帳の数ページがなくなっていることに気がつきました。その後父親は尼崎に何度も通い、テレビ出演もして、高見さんの行方につながる手がかりはないかと情報提供を求めました。特定失踪者問題調査会にも相談し、北朝鮮の拉致被害者であることも否定できないと、特定失踪者として公表もされているようです。しかし、父親は北朝鮮の拉致は可能性の一つで、真相は他にあると思っていました。ここからは本件の謎を考察してみましょう。父親が疑念を抱いた理由の一つとして、高見さんが無断欠勤した初日の上司の対応にありました。高見さんが初めて無断欠勤した日、上司は高見さんの家へ行き、その後交番へ向かい、さらに警官に高見さんの弟宅まで電話してもらっています。この行動自体はおかしなものではありませんが、高見さんと上司の関係性を考えたら不審に思えてきます。なぜなら高見さんと上司の付き合いはたった数日のものであったからです。例えば何年も一緒に働き、その間高見さんが一度も無断欠勤などしたことないのであればわかりますが、たった数日しか働いていない相手に対してここまでの行動を取るでしょうか。高見さんの部屋を確認する許可をわざわざ親族に得ている点からも、上司は高見さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性があると考えていたのかもしれません。そうだとすれば、失踪前に高見さんは上司に何か失踪に関することを話していたことも考えられます。二つ目の謎は、失踪前日に21万円というお金を引き出していたことです。お金を引き出していたのは10月5日の日曜日、生活費のためという可能性もありますが、どうして21万円という中途半端な金額だったのでしょうか。趣味のオーディオなどに20万円、残りは生活費だったということも考えられます。もう一つ考えられることとしては、誰かにお金を貸すためだった可能性です。高見さんは独身で公務員だったため、金銭的に余裕のある生活であったことが予想されます。そのため何者かに貸すためにお金を引き出したという可能性も考えられます。そして2010年のテレビ番組内で不可解な事実も明かされています。その内容は、高見さんが失踪した直後、父親が部屋を訪れた際にもう一つなくなっていたものがあったということです。それは高見さんのパソコンでした。そしてそのパソコンは知人の事務所から見つかっています。高見さん本人が知人の事務所に持って行ったのか、何者かが高見さんのパソコンを運び出したのか、真相は分かりませんが、パソコンが見つかった際、なんと失踪前後のメールのデータが全て消去されていたそうなのです。一体誰が何のためにメールデータを削除したのか分かりませんが、削除しなければいけない理由があったのだと思います。ただその後削除されたデータを復元したなど、そういった情報はありません。また、同じテレビ番組かは不明ですが、高見さんの部屋から白いハッピが見つかったという情報もあります。そしてそのハッピの背中には、お経が墨で描かれており、番組内で父親が、お遍路の時に着ていくものだ、と呟いていました。また、高見さんのカバンに入っていた本に、お遍路に関するものもあり、番組スタッフが、興奮気味に取り上げていたそうです。ちなみにお遍路とは四国88箇所霊場を巡ることで、高見さんがお遍路巡りを計画していたのではないかという趣旨で番組が放送されていました。その番組内では、愛媛の喫茶店で高見さんらしき人の目撃情報もありましたが、ハッピが高見さんの部屋から見つかっているため、愛媛での目撃情報が高見さんである可能性は低いと思います。そして高見さんの部屋にあった
大量のビデオテープについての謎ですが、人の足ばかり映っていたため一見不気味ではありますが、高見さんが足の研究のために集めていたと考えれば違和感はありません。大阪市立大学の教授と研究していたことも公表はされていませんが、足の研究だった可能性もあります。足の研究で進展があったため、10月から行政職でデザイン研究センターで勤務し始めたということも考えられます。また最も不可解に感じる謎は、父親が細工した高見さんの部屋に何者かが侵入した形跡があったということです。その後、手帳の数ページが切り取られ、メールのデータも削除されていることが分かっています。侵入者ではなく高見さんが削除した可能性もありますが、そこには削除しないといけない何かがあったということでしょう。そして知人の事務所から高見さんのパソコンが見つかるなど、謎は深まるばかりです。高見さん失踪から6年が経った2009年、父親はあらゆる手を尽くした結果、失踪の原因についてはある程度分かったが、高見さんの所在はつかめていないと話しています。これは父親が6年間調べ続けた結果、失踪するだけの原因が高見さんにはあったことを意味しています。それだけ何か思い悩んでいたことがあったのかもしれません。つまり高見さん自らが失踪したということも考えられるということです。憶測にはなりますが、これまでの情報を踏まえて真相を考えていきましょう。まず高見さんは何かに悩んでいて、それを上司に相談していました。高見さんが無断欠勤をしたことで心配になり、自宅を訪ね交番へと向かいました。この時上司は高見さんが自ら失踪したんだと考えていたのかもしれません。そして上司は父親に高見さんが悩んでいたことを話したため、父親は息子が帰ってくることを考えて部屋に細工した可能性もあります。ただこの時父親は上司が本当のことを話しているのか疑っている部分もあり、上司の行動も疑っていました。しかし高見さんが自身で失踪した可能性を考えるなら、悩んでいたことを書いた手帳やメールのデータを自分で削除した後、引き出した21万を持って失踪したということも考えられなくはありません。もしくは本当はお遍路へ向かう予定だったが、何かが起こり中断せざるを得なかった。そして突発的にお金とメガネと定期券を持ち姿を消したのかもしれません。考えるほど謎が深まる本件ですが、父親は取材に対し次のように語っています。息子がいないのはまさに地獄の生活で、息子に何か悪いところがあったのではないかと人に聞いても悪い返事は返ってこない。私としては息子に悪い事実があったり、死亡の事実が分かれば諦めがついて穏やかに過ごせるものと思っています。息子に関する情報をお待ちしています。一人の男性が忽然と姿を消した本件、息子の行方を探した父親はその後、我が子と再会することができないまま病気でこの世を旅立っています。天国から見守るご両親のためにも、高見至さんが無事であることを祈るばかりです。